やだすっぴん。やだ。すっぴんやだよ。すっぴんやだよ。やばい。美容液で濡れてる。楽しい、ヘルシー。最近ハマってんねんな、これ。涙袋右ない。使ってます。水おいしいです。お疲れ様です。お疲れ。へえ、2列目いいな。絶対楽しいやん。そうやね、涙袋ないねんな。あ、ペンライトありがとう。ハイライトスピンやから塗ってないっつうの。なんか唇紫じゃねえ、レナ。なんか唇紫な気がする。語彙力消え去ってるやん。コースターあります。プール行きたい。最新は見てないねんな。でもなんか最近ネットフリでなんかあのハマったやつがあって見れてない、まだ。今日見る。メイクしてないし。怪我して、いいよ。何やったっけな、何のやつやったっけな。サイン全然書けてない。昨日めっちゃ頑張って書いとったんやけど、なんかあのいっぱい書いたからもう終わってるかなぐらいで思ってたら、なんか前回よりなんかたくさんメッセージ書きすぎて、なんかぎゅうぎゅうに書きすぎて、なんかほんまになんか何人かずつしか進まへん。メッセージがなんか書いてまうねんな、たくさん。兵庫は帰らんかも。え、でも分からへん。でもなんか地震怖いから兵庫帰らへんかな。ほんまはなんか兵庫帰る予定やったんやけど、なんかここと兵庫あんま変わらんから、やったら神奈川に逃げるかも。神奈川か東京かに逃げます。いっぱい書いちゃった。いっぱい書いてる。なんかな、いっぱい書くことあるんかな。なんかな、分からへんねんな。なんか書くの下手くそなんかな。散歩中見た、恥ずかしいみたいな言ってたな。散歩偉、マジ偉い。なんか偉いと思う、ほんまに。そういうの。ゲージランドに逃げるか。
いや入れてないらしい兵庫。お兄ちゃんが弟とお父さんに電話かけたけど多分寝とるみたいな言ってて、お兄ちゃんにかけたら大丈夫やったこっちはみたいな、揺れはかわいいしてるよ。コメント楽しみすぎ。どうだろう、一行とかで届くかも。こんなん言っといて。そういうことか、目的はセブンやったんや、散歩じゃなくて。とりあえず名古屋は絶対やばいよな。だからやばいから串取ってこよっかな。なんか前髪割れてまうねんな、なんでやろ。適当に乾かしたからかな。めっちゃ強風ボーって当ててんな、さっきだからこんなんなってもたんかもしれん。名古屋怖い、もう嫌よ。だって一人やもん、一人じゃなかったらいいで、いいけどさ、一人やもん。みんな助けに来てくれるんじゃん、レナのこと。マジでみんなに助けに来てほしいもん。もうなんか一人で恐怖になっていっぱいなんか荷物を背負ってどうしよう、どこに逃げたらいいんやろうと思って家の外に出たら、みんながかきれな迎えに来たぜ、こっちだ、一緒に逃げようじゃないかみたいな感じで言ってくれたらいいのにな。マジで一人怖いな。うん、一人嫌やな。確かしかも一番怖い地域で一人やん、死んでもらってるな、そんな無理やもん。もう助けてほしいもん。もう助けてほしい。今家の外出たらみんな追ってほしいもん。もう間に合わ、助けに来て。漫画見すぎ。自分の部屋自分で守る。かっこいい。確かにそれはそれで怖い。確かにな。よかった、みんなと一生が勝つか、えなんでおるん。え、怖ないってなるか。どっちやろな、どうだろう。マジで助けてほしいねんけど、ほんまにほんまにもう助けてほしいもん。もう助けてほしい。こんばんは。逆にな、家出てみんながそんなカッコつけられても、へえ、なんかみんなカッコつけとうけどめっちゃ怖いやんってなるような。うんうんサッカーからこっちの方が危ないって。マジで怖い、マジで怖い。やっほー、こんばんは。え、マジでさ、なんか家族おらんやん。おったらいいけどな、近くに。どうしようかな、マジで怖いねんけど。シェルター。いやもう笑ってまうわ。でも海の位置がどこかわからへんねんな、名古屋、愛知で。愛知県の周りに海がどこにあるかわからへん。下側ってことやんな。
三重とかはわかるけど。避難場所レナの家、おもろすぎる。みんなが助けに来たんじゃなくて、みんなが避難しに来たってこと。レナんちに。ぎゅうぎゅうなってもらうやん。垣根の置いて逃げられるな。全然助けに来てくれてないやん。公演中とかマジで嫌やな、怖いよな。聞こえる洗濯機の音、めっちゃ鳴ってるんやけど、回ってるんやけど。うん、確かに海や、スカイエキスポ海やった。どうなんやろう、海下側海かってことは。でも下側やけど愛知県の下側ってどこって感じ。スカイエキスポってことやな、それが。代表したら。おつれなー、こんばんは。困るよな、マジで。インド洋な、そうなの、太平洋。レナチ、レナチいっぱい入るルで。じゃあ先着でもさ、人ってどれぐらいに入ってまうんだってさ、電車のさ、なんかさ、あの割合みたいなあるやんか。なんか 1両車に、なんかあのなんか何人乗ってるみたいな、200人とか考えたらやばくない？いや、レナんち200人とか入れたくないけど。入れたくないというか入れへんけどさ、そんな状況にならんけど。レナんち何回か言っていいんかな、これ。言っていい、言わん方がいい。ここみね、確かにママおるし、助けてもらおう。聞こえる、やっぱ聞こえるんか。脱水まだかな、まだかもしれん、脱水。結婚して、結婚して、いいよ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 。ここ切った。チリアカン、チリ7点やったっけ。そうやで。え、でもな、最近グミないねん。グミなんか結構あのあげて、同期にあげたり、ちょっとあげたりしたからないねん。そう、そっからグミ買ってないから。で、なんかコーラのやつあったやんか、あのあれはちょっとなんかあれもう食べへんかったけど、結局。もうだからグミ買わへんって絶対思ってるけど、ワンピースのあれは買うから、まあ、あれだけかな、あれだけ買ってあげる。あれは車両だ。結構して、いいよ。脱水嫌やで。ぎゅうぎゅうになったら200人入るから、分からんけど、200人がどんぐらいか分からへんわ。兵庫も怖いよな。だからさ、なんか兵庫にどうせ帰るならなんか神奈川の方が安全かなみたいな思って、言わん方がいいか。かわいい、知ってるよ。あ、え、止まった。あれ、脱水やったん。止まったよな、今止まったから脱水やったんか、さっきのなんかうるさい音は。止まってもた、もうあったんや。そう、50階に住んでる。30階どころじゃなくて50階、地上50階だから、みんなのことを眺めてる上から。
9点やっけ、7点か9点、え、マジで勉強しなくてほんまに焦った。多分これが一番学生してて一番悪い点数なんじゃん。なんか小学校の時とかもふざけてテスト受けたりしてたけど、マジ7点とか取ったことないもん。10点以下とかマジでやばい。こんばんは。上とか下、エレナ東西南北分からへんねんな。北は上ってことは分かる、北だけしか分からへん。北が上で西がこっちか、東南合ってるかな、これ。合ってる、合ってそうじゃない。いや違うな、いや合ってるか。こっちが北やったらこっちが西でこっちが東で南。おお、そういうことか。いけるやん結構いけるやん結構ウエハースはなんか前な、何やったっけ、開けてラップに包んで冷蔵庫になんかいつか食べるかもしれへんと思って置いてたんやけど、お母さんが来た時に何これ、なんでこんなの置いてるの、あんたどうせ食べないのにとか言われて捨てられましたワンピースのグミなどこにも売ってないね。グミ好きじゃないで、全然嫌いでもないけど別に3ヶ月、やば早、マジ時の流れ早すぎてビビる。かわいい、してるよ。260日だって今日、260らしいね神奈川ね、神奈川いい場所なんですよね、本当にマジでマジでいい場所。部屋に何人入るか、 YouTuber やんね、呼ばれた、洗濯機干さなやで、ほんまに干さなあかんねん干さなあかんねんな、干さなあかんねんな。有料なん早く出さないと、えれの次の日とかにめちゃくちゃ乾かしてまうねんな。やろうゆしやろ、お風呂終わってんねん今日。洗濯物も今から干すけど、ああ洗い物、洗濯物、やだマジでやだよー、やだよやだよ。東、おー合ってるじゃん。北を上にした場合、もうそれ以外分からへん。北を下にした場合とかも分からんくなるもん。そんなそんなんあるんそんなんあるん、そんなんあるんって感じ。え、だからさ、なんかこの道を西に進んでいってとか言われても、なんかどういうことってなるもん。だってその人によってさ、どこが北とか西とか違うってことやん。じゃ逆にそうやって言うんやったら、だからなんかそういう時はなんかどういうことですかってなりますねどういうことですかってなりますね。朝まで、分からへん。そう、ラップにくるんでたんよ。なんかすぐになんか食べる、今は食べへんけど、なんか、まあ、甘いもの食べたくなったら食べるかもしれへんと思って2枚か3枚ぐらい重ねてラップに包んで冷蔵庫の奥底に入れてたらお母さんに怒られたバブル面白い、みんなの返信がおもろい。非常食、確かに確かに確かに。食べたの、保管したマーチ食べた、どうだった。レナマーチ美味しいやろ絶対、他の名前より。レタスはまだね3分の1玉ぐらいあるかな、分からん。なんかジップロックに入れてみたけどどうやろうって感じシャワトヤサーカーマジで嘘やん、ちょっと楽しみにしとこうじゃえ、どうしてるん、ウエハース、みんなだからシワシワになるんかな、そういうこと。え、あのな、あとな、なんか洗濯物をさお風呂場に干しとんやけど、あの例えばなんかワンピースとかあのタオルとかをあのなんやっけ、ハンガーにかけるやんか。でそのハンガーをお風呂場の中のこ
この棒にかけるやん。そのな棒がめっちゃ高いねん。でレナさん毎回な浴槽の中に毎回入ってめっちゃ背伸びしてかけとんやけど、マジでめちゃくちゃ高くて毎回こけそうになんねんな。なんかめっちゃいじめみたいな感じで思ってるんやけどさ、普通そんなに高くないよな。なんかアイロンないないです。髪の毛のアイロンはあるけど、え、マジレナさん昔からシワシワやねん。なんかお母さんもあんまりアイロンかける人じゃないねんな。だからなんか昔の小学校の時のスモックとかもなんか猫の毛だらけでくしゃくしゃで投稿したら、なんでレナちゃんのスモックはそんなにくしゃくしゃなんとかずっと言われてた。わからへんって言ってた。マジだらしないぐらいくしゃくしゃやった。やばいよな。ブログ見てくれたん、ありがとう。じゃーん。怪我して、いよお猫来た、こう南。それはわかるよ。いやし、なんか最近お母さんと家の中をなんか片付けてた時にレナの家をな片付けることがあったんやけど、片付ける時にいろんなもの置いてまんねんレナって。なんか絶対使わへんやろっていうやつとかもなんか置いてまんねんな。例えばなんかお母さんにめっちゃ笑われたのが、あのコンビニでもらうあのちっちゃいお手拭きあるやんか、あれをなんかレナめっちゃ永遠になんか貯めてまうねんな。でなんかお母さんが片付けてくれようときになんかもういろんなところからそのお手拭きが出てきて、お母さんに「え、何これ？」みたいな「何？え、また出てきたんだけど、え、あんたやばくない？」みたいな、なんか「大丈夫？」みたいな、「こんなんも置いてるの？」とか言われてめっちゃバカにされたんですよ。怖いよな、悲しかった。いつか使うかもしれへんやんみたいな言って、あんまり使うことないねんけど、マジで大量にありすぎて、マジで違う。レナはなんかまあそんな身長は高くないけど、でもマジでレナのあのお風呂めっちゃ高いねん。マジでめっちゃ大変、洗濯物干すのめっちゃ大変やねん。ほんまに大変やねん。もう一人でとかやってるマジでほんまにこけそうになるし大変なんですよね。結構浴槽の外からはもう 100% 届かへん、手伸ばしても全然届かへん。だからちゃんとお風呂に入って浴槽の中に入って干してる、背伸びして真下から背伸びして干してるようにしてる。やばい、もうこんな時間、もうこんな時間なん、やば。いやあ、ヨーゴ顎が九州やな、わからんな、こっちが来たってことか。乾燥ついてる。そうやねんな、なんか溜めてもた。いやいや、素質ないからゴミ屋敷やめて。めっちゃ綺麗やから、レノの家は綺麗ですから、マジみんなが多分今見たらほんまにびっくりすると思う。いや、なんかびっくりするって自分から言ったら、なんかレナの印象は汚いやつって自分で言ってるような感じもするような気もするけど。そうやね、どうせな扱えへんぐらいさ、水分なくなるのに。え、なんか例えばなんか家用になんかコンビニで買った時についてきたら使わへんやん、お手拭き家だから。だからなんかいらないですって言えばいいねんけど、いらないですって言うのもなーやし、なんかまあもらっとけばいつか使うかみたいな思っとって、結局お母さんに全部笑われるっていう。
いやなんかな、2本棒があって、奥の方の壁に、奥の壁に近い方の棒はなんか浴槽に入ってやらな届かへんねんな絶対。でも手前はまあ届くけど、高さが高すぎて、とりあえず高さが高い。そう、眠くなったら寝る。今日はショールームしとく。でも動画館お休み、メッセージ送るか迷ってる。ジャンプこけるこける。そうだよ、掃除機かけてるかけてる。もう髪の毛がさ、もうマジ一生抜けてんねんな、レナ。ほんまにマジでやばい。からずっと掃除機は、まあ、ずっとっていうかかけてますね。いや、かけれない部屋掃除するとこないって、ほんまにないから。え、座り箸もな、言われる、あの笑われるお母さんに、なんでこんなにあるのって言われます。そうやねん、朝日がな、こっちから登ってこっちから降りるとかさ、太陽がこっちからやってこっちから沈むみたいな、小学校の理科の授業の時にあったんやけど、マジであれほんまにもう運試しレベルで全く知らんかった。どっちから太陽出てくるんやろう、どっちに向かって沈む、わからへんってずっとテストの時に思ってた。なんか小学校の時のテストってさ、あのカラーがついとってさ、なんか縦長のさ、なんかペラペラしたテストやん、あれに絶対出てくる問題やんこれって。けどいつも運試しで合ってる時もあったな、間違ってる時もあったり、だから全くな、そうからへんねんな。運試ししてた。8時くらいに寝た。もっと早かった気がすんねんけど、最後のメッセージ送ってで、最後のメッセージ送って30分後ぐらいかな、やった気がする。バブル多分なんか遅れるのは遅れるけど、まあまあまああれですね、ルール的には12時までって感じ。だから昨日ちょっと焦った、1分になっちゃって、みんながさ12時過ぎてるやんけみたいな感じで送ってて、やばーと思って焦りましたね。焦っちゃったね、あれは。昨日焦っちゃったね。西から西が分からへんと。漢字ドリルも計算ドリルもありましたね。やった。あれめっちゃ嫌いやった。漢字ドリルめっちゃ嫌いやった。なんかもう一生漢字書かされてほんまに嫌やった。ずっと忘れてたもん。いっぱい送ろう。一回起きた、一回寝て、でなんか今何時と思って、眠ーと思って起きて、あれまだ8時半かって寝た。なんか送ったけど、意味不明なやつ送ったけど。そう、12時から5時までは寝るので、私なんか送れないんですよ。そう、なんか送っちゃダメっていうか、あのね、寝てるから、限りな寝てるから、だから通知切らんとってな、みんな今日寝るとき。マジで切られそう、今日みんなが寝る瞬間にバブルの通知切られそう。マジできすぎよな。え、嘘やん、ちょっとめっちゃごじっててやばかった。おやすみモード。そうやね、おやすみモードやったらマジで無敵よな。そうやねんな、マジ無敵。かきれの就寝時間普通に、普通の人だから夜だよ、夜だよ。
ちゃんと寝てるから。ちゃんと寝て5時に起きるねん。なんか5時まで起きとうみたいな説出てるけど、あの5時、5時に起きるんですよ。12時に寝てね、チョパイモン。うん、え、やばい、え、動画送る？みんなおやすみメッセージ欲しい？おやすみメッセージ欲しい？おやすみモードせんといてな、5時頼むおふらんといてな、みんな限りのモードにせんといていらん。え、結構ゆとりあるっていうのは個人的に。おやすみ、おやすみ、おやすみ。時間厳しい。いや、いける、限りのルールならいける限りのルールならワンちゃんいける。バイバーイ、おやすみー。せ、あ、そうだ、洗濯物干します。バイバーイ。限りのルールで頑張ります。バイバーイ、おやすみー。